先月の収支です。報告いたします。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。やばいぞ。やばい人はついた気がするんですけどね。もうちょっと強なってからだな、これね。症例をとにかく進めたいな。いや、進出ですな、進出。ちょっと先月の収支です。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。どうしないのかな。うん、まあ、つける。
月の収支です。報告いたします。今全振りしちゃえして、今ありがとうございました。で進出、どんなんがね、どんなんちゅうか何にもあれへん。これこの中央のね、第2丁目進出するとね、まあ見えるなんてね、あれなんですけどね、まあ、中央行ってきましたね、はい、さて、あれ、なんかご命令を、先月の収支です。報告いたします。まさかこういう出奔する設定考えてなかったんでしょうね、これね。で、8月ですが、売るものがない、ないけど、農水田2ついきますな。水田2つ、どきましょう。2個起こすとはどうせちょっと引かの会社はそういう作りになってますかね。小田急の人ですね。まあ村重さん、はい、久松さんめちゃめちゃ流れ。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。2000来ましたな。ご用を受けたまわります。
表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。ありがとうございました。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。お、勘兵衛パパが来た。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。現段階ではね、ご命令を。先月の収支です。報告いたします。長さんは
成長するとすごい特性持ちになるのを分かっておりますが、現段階の信長さんはね、泣きませんからね。承ります。ちょい売り、ありがとうございました。キツキツでやってみますか。馬術行きます。馬術キツクリばっかり売らないかもしれませんけどね、お金売り木材やった。お金が、お金増えた。お金、表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。こういうとこは気前よくね。村重さんと久秀さんね、この二人ね、議論するのは分かっていますが、信長大名自体はもう昔の人ですが、同僚信長ですからね。はい。でポチポチ。さらば。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。はい、馬術が広まりました。日本の方で戦争をしてますが、あんな方は私呼ばれませんね。はい。感じに町の開発進められております。お用を受けたまわります。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。全部にして戦に私は出ませんよと、はい、ありがとうございました。全部にして、
ときますかね。寝室で寝室して他に足りるかな。資源が多い、まんべん、ここ以外まんべんなく1個ずつか、1個ずつね。ここに箇所あるけど、ここのすぐ向かいのこいつが何だか見ときたいですね。はい、なんかめちゃくちゃ平穏な、表彰状を始めます。先月の収支です。報告いたします。馬がいるっていうことは、今どうだろう。あ、でもね、三段打ちだけど、ちょっと馬我慢しときましょう。馬我慢。どっちもレベル3、タラマレベル3、難しいとこだね。7月なんで、表彰状を始めます。先月の収支です。報告いたします。なんかすごい平和続いて、で、長老イベントとかね、出るんですね。
表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。4月騒がしくなるかな。今日来ましたね、結構ね。まだなんですね、これね。まだね、ご命令を。先月の収支です。報告いたします。気がついてなくてだけで長老イベント待ちなんですけどね。来たな。こいつとこいつと引き立ちを守ってると呼ばれるかな。こちこちね。レベル4。ちょっとゲームとね、そういやね、やったんで、能楽堂に建て替え、演武場を能楽堂に建て替え、これ生産力上がるかな。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。ご用を受けたまわります。
先月の収支です。報告いたします。ご用を受けたまわります。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。あ、来てた長老様。気づかなかっただけかな。まずいな。長老様の、これは、何がなっても、入って、ちょっと。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。長老様、ここに出てきてたのか。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。全然起きてない状態か。今日まで行っちゃうとまた忙しそうだな。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。こんな感じでいいのかね。そうそうね、はい、コーンさんと仲良くなったもんね。解読しよう。ご用を受けたまわります。
承ります。ちょい売りすぎ、売りすぎだけど。ありがとうございました。ご命令を、先月の収支です。報告いたします。この微妙な音楽は何だろう。大差をつけます。あー、画面からそうですね。ご用を受けたまわります。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。ねえ、黄金茶室の隣にあるつもりは見ないんですよ。治安いっときましょうかね。治安ね、金太小どんと娯楽の方が伸びるような気もするけど、あ、またいいこと考えた。お子さん、こいつの4をもっと上げる。
ちょもちょってしまうのでもちょっともいちょいってでもも村マキムラシさんはいマックスでこの回はどうしようかなこの辺にね身を引け。あ、ノブパパが亡くなりました。ノブヒロさん、ご命令を。先月の収支です。報告いたします。信長さんの、腹違いの兄がですね、継ぎましたな。どうなんだろうこれ。信長さん亡きやと。あれ？今回ちょっと結んでるよ。私がいるからかな。だって帰る。やでもね帰ったらめっちゃくちゃ。この今のとこ三好家のこの反対部はねやばいですね。どうだレベル3レベル4黄金茶室効果レベル4か。毛利から来た。お、毛利からお誘いが来ました。記念写真です。毛利元就公からお誘いが来ましたので、この安定を元就公の下で。勉強させていただきましょうということで承諾いたします。承諾無本はい。あらよっしゃー、どこ行った野島村関係。表彰状を始めます。先月の収支です。報告いたします。毛利は毛利でも、頑張れ。お、高本さん、長男の島に行って。大丈夫かい、これね。ちょっと待った。私の一番の、はい、機長さん来てますよ、機長さんね。もう歴史むっちゃくちゃな。で、長老イベント来てないな。ここ、野島。村上家の皆さんどこ行ったんだろう。拠点ヤホンブスじゃない。野島どこ。野島あれ
父ちゃんを作ったんだ。ちょっといい？この子ね、村上とびちゃん、とびちゃん。村上スタちゃん、スタちゃんね、ちょっとね、ゲーム編集をしても、大丈夫な変更は、野島でしょ？あ、これ村上スタちゃん。顔の変更だけはいいんですね。ちょっと声ニューアでしょ。声ニューアだから、あー声ニューアな声の俺も好きなか、ニューア系はね、もういいな、何するつもりはね。あ、この子も好きなんだけど、いや、同姓同名でもね、東西ドイツトイでね、この子にしちゃいましょうね。柔和な村上スタちゃんの顔を変えました。はい、ここまではいいんですよ。ということで、村上水軍の元本拠地、野島城ですね、の、今治に、引っ越しました、毛利家、織田信長、一応見ときましょうね。19歳の青年になっておりますね。